どうも、爬虫類マスです。今回の動画は僕が飼育している爬虫類たちに野菜の料理を作ってあげようという動画なんですけども、前回の動画では僕が飼育しているチェリーヘッドアカシガメのカボちゃんに野菜を作ったんで、作って与えているところを撮ったんで、今回はね、フトアゴヒトカゲのアゲパンちゃんに与えていく様子っていうのを見せていきたいかなと思います。はい、ということでね、早速作っていきましょう。まずはね、小松菜ですね。はい、もうね、この説明してるからもうなんか聞き慣れてる人はまたかよってかもしれないんでね、この野菜くずはね、いつもゴキブリに与えてます。もう本当にね、ゴキブリ最高だよ。もう処理能力がめちゃくちゃ高い。まあその動画もね、撮ってるんで、まあそっちを見ていただけるとね、どれぐらいすごいのかっていうのをね、やっぱね、百聞は一見にしかずみたいな、こう見るのとね、聞くのと全然違うんで、もう本当に見てね、感動してください。もうやばいから本当。で、器に盛り付けます。はい、こちらの器で、こういう器はね、100均とかで売ってるんで、もう僕は100均の器がいいかなと思って使ってます。はい、で、小松菜はね、かぼちゃんが一番食べるんで、まあ、このかぼちゃんのところだけめちゃくちゃ入れて、他のとこはまあ微量というかね、人参とかかぼちゃばっか食べるんで、他の子は。で、たまにこの緑の野菜食べるって感じですね。で、小松菜を切ることができたら、今度はね、人参ですね。で、ここの部分は使わないんで、ゴキブリが食べます。はい、前回がね、確か人参を入れることができなかったんで、今回人参入れて、きっと、まあ、特にオニプレの人参とバナナが喜んでくれるね。で、次がかぼちゃ。で、ここの外皮はね、硬くて消化しづらいんで、切ります。はい、こんな感じで、次に豆苗。豆苗はね、揚げパンが一番好きですね。もうそれぞれのね、野菜にこう好き嫌いがみんなあるんですよ。かぼちゃんで言えば豆苗と、こういう小松菜が好きで、フトアゴの揚げパンちゃんは人参とかぼちゃとで、一番豆苗が好きみたいな、そういう風にね、それぞれに個性があって可愛いですよね。はい、ということで、こういう風にね、盛り付けることができたら、この上にね、今度はレンズ豆っていうのをかけていきます。これがね、タンパク源になるんですよ。よくね、コーヒーショップとかに販売します。もともとクジラクトゲワガマのために買ったんですけども、試しにね、他のこの餌にも入れてみたら、みんな食べてくれたんで、あ、みんな好きなんだと思ってね、それからは与えるようになってますね。で、次にこちらの、レオパブレンドフード、こちらを入れていきます。まあ、こうやってね、いろんな餌を混ぜて与えることによって、まあ、バランスよく栄養取れるかなと思って、僕はいつもこういうふうに与えておりますね。で、最後にこの餌の上から、マルチビタミン剤とカルシウム剤をかけていきます。はい、ということで、こんな感じに完成しました。どう、美味しそう。はい、じゃあね、早速こちらを揚げパンに与えて、美味しく食べてくれるのか見ていきたいと思います。はい、ということでね、早速食べてくれるのか。おお、もう言う前からすぐだね。いや、いい音。おいしい？まあまあまあかな。もう本当にかわいい。超かわいくない？もうこのね、爬虫類に餌与えてね、こう幸せそうな顔で食べてくれると瞬間がね、僕もめちゃくちゃ幸せ。どうしたの？植木にして。あんま美味しくなかった？全然食進まへんよ。よいしょ。これ、ね、動かしてあげたらすぐ食べるんだけどね。いや、かわいい。
いい音で食べるね、揚げパンさん。もうね、脱皮前でちょっとね、顔が白くなってます。ほら、ところどころなんか化粧してるみたいで可愛いね。どうしたん？おいしい？人参も食べてほしいな。あ、ありがとう。お、かぼちゃも食べてくれるね。やっぱ顎っていう名前がつくだけあって、いい顎してますね。そうですか？って感じ。よく言われますね。豆苗がね、ここにあるんだよ。揚げパンの好きな豆苗。片手でカメラ操作しながらやる難しいな。お腹いっぱい？食べるね。うわ、美味しそう。はい、ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わっていこうかなと思います。なんかね、美味しそうに幸せそうに食べてくれる姿見てね、いや安心しました。はい、ということでね、今回は太顎ひげトカゲの揚げパンちゃんが、野菜を食べているところでした。ということで、他にも、僕が飼育している爬虫類とか虫とかヒルとかいろんな動画を上げてますので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。